じゃあ、順調ですか？順調です。無事に乗ってますんで。もういつでも動かせます。そうですね。はい、しっかりしてますんで、うん。乗ってたらどういう風がテキストですか？そうですね。もう結構あのパワーあるんで、しっかりしてますね、すごい。はい。まだちょっとあの子供っぽいとこもあるんですけど、だいぶ大人びてきたというか、はい、結構前足の力がすごい強いので、はい、腰もしっかりしてますし、背細いタイプのちょっとスラッとした感じでしたね、セリの時。そうですね、だいぶがっちりした感じですね。腰回りがすごい肉がついて、がっちりした体型になるとは正直思ってなかったので、それが、はい、そうですね。でもトモがやっぱ良くなったね、こう歩きもああいう感じの歩きになるんですよね。そうですね、深く入るようになったんで、前ちょっとやっぱ前さばき硬いかなっていうのはあったんですけどね。硬さないですもんね。そうですね、やっぱりトモの連動が良くなって、やっぱあれじゃないですか、夜間で疲れてた部分がある、うん、ああ確かにそれも、うんうん、そこがやっぱね良くなってくるから、だからそれ乗り越えてきて今日中放牧に切り替わる、日中放牧ですもんね。そうですね、ある程度の運動と制限させたことによって疲労も取れて楽しみですね。乗っていくと楽しみですね。どういう風になっていくのか、また変わってくるんじゃないかなと思いますけどね。これだけ来てからそんなに経ってないんですけどね、それだけ変わるってことはすごい成長するんじゃないかなと思います。楽しみに、はい、一振り越して楽しみにしてます。はい。